こんにちは、エロ漫画先生一点。ちょっとね、運動してきたんで息が切れてますけども、ちょっと着替えもしました。喉がね、またね、いかれてきましたね。私ね、こう見えてもむちゃくちゃ動画撮ってアップしてるんですよ。で、ほとんどがね、限定公開動画なんですよね。やっぱり私の場合は3分の1とかですかね、限定。もうちょっとかな、半分ぐらいが限定公開ですね。だからワントゥーワン動画で固有名詞が出てきたり、あとごく個人的なこととかね、最近で言ったらすごいですよ、恋愛のこととかね、出てきますね。恋愛多いですね。速稼塾の塾生さんって6割ぐらいが40代50代の女性なんですよ。そうなるとね、すごいですね。やっぱり楽しんでるね、女性を、女を使ってるなと思いますね。そういうところもあれば、一途な方もいらっしゃって、すごいなと思いますね。はい、それでですね、マルチン・ルターの言葉でしたっけ、ドイツの思想家、宗教家、リンゴを植えるとかやつでしょ、あれ有名な言葉ですよね。明日地球が滅びるとしても、動画を撮ってるかどうかってことなんですけど、まあ動画は撮るでしょうけどもね、多分もう、お礼と言いますかね、お疲れ様でしたみたいなことをしてるのかなと思います。さすがにね、私ね、明日世界が滅びるとしたら行動が結構変わるものってあると思いますよ、私はね。で、食事も最後かなと思ったらそれなりのものを食べると思いますしね。まあそれなりのものってのは豪華なものかどうか分かんないですけども、冷蔵庫にあるものの残品を使ってっていうよりも、まあ、最後ぐらいはね、タキシードに、懐石料理みたいなね、分かんないですけど、パリッとしたのをやったりとかするのかなと思いますし、まあそうですね、動画を撮っても世界が終わるとしたら、あれでしょ、 Google も YouTube も削除されるわけでしょ。だからちょっと寂しいんですけども、まあ筋トレはしてないかな、それからダイエットももう気にしないかなと思いますよね。で、保険も解約っていうか入ってないな、保険どうしますかね。まあ特段変わったことはないかなと思いますね。で、貯金が1000億あっても確かにやること変わんないです。やっぱりね、お金っていうのは日々のランニングコストが、まあ、できるようになると、そっからはね、特にね、月収100万だろうが月収300万だろうがもう変わんないですね、私の場合は。今の隠居暮らしになって最初のね、2年ぐらいはね、むちゃくちゃ物買いまくったんですよ。特にCD とか本とか DVD ですね。そういった今まで手に入らなかったコンテンツ、しかもそのコンテンツを見るのに時間がかかるやつね、大草原の小さな家とか、銀河鉄道999全編とかね、ああいったものってのは全部見るのに時間がかかるんで、購入金額よりも消費時間の方が問題だったんですよ。まあ、ですんで今回みたいに私がね、隠居暮らしでいつも暇になってくると、まあ、そういうね、映画が全部見れて、いや、その映画見たことによってもうね、コンテンツ作りたくてしょうがなくなっちゃうんですよね。特に大草原の小さな家ってのは4万回ぐらい回ってるんですよ、私の動画が。で、ライバルの動画があんまりないんで、すごくいい感じで見ていただけてるんだろうなと思いますしね。はい、ということでね、何が言いたいかっていうと、まあ明日地球が終わるとしたら、まあ、私は普段やってることをやらないものもあると思いますし、最後だからっていうんでやることもあるでしょうしね。で、変わらないものもあると思いますし、まあっていうことは今日とまあ一緒かなと思いますね。とりあえず筋トレとダイエットはやめるっていうか、最後の日はやんないですね。やっぱりあれはね、10年後とか30年後とかっていう自分の人生を考えた時に健康投資してるものなんで、確実に来ないと思えばね、やらないですね。年金みたいなもんです。年金も長生きしたことに対してかけてると思うんですよ、長生きリスクってやつに。まあでもね、10年後自分が確実にないとか、3年後確実にないと思ったら年金払うのやめますね。で、あとは何、ローン組んで30年ローンとかね、途中で返済が終わるっていうか、しなくて済むじゃないですか。そんな感じで結構横島なことを考えちゃいますね。まあでも動画は撮るでしょうね、やっぱりね。で、収入が上がってもこの動画のリレーはやると思います。本当気が済むまでやると思います。気が済まないんで、まだ全然、まあどうですかね、なんか体が不自由になっても何とかして方法を見つけて誰かに撮ってもらったり、アップロード代行してもらったりとかしてやるんじゃないですかね、この動画のリレーっていうのはね。で、2013年に私速稼塾入って、そう、会社を辞めて分かったことっ
ていうやつですか。私はね、会社を辞めたのが20代の頃で、もうだいぶ前ですね、忘れましたね。入社した時でも会社に行くっていうよりもなんか遊びに行くような感じだったんで、意識としてはね、なんか私はスキーやったことないんですけども、スキーに行く人って結構早起きじゃないですか。あんな感じで仕事に行く時早起きで、頼まれもしないのに30分とか1時間前に行ってなんだかんだやってたかなっていうところなんですよね。なんか私もう染まるのが早いっていうか、そのハマるんですよね、すぐにね。自分を自己洗脳してその道の人間になっちゃうんで、会社であれこれやるのも苦痛じゃなかったし、ただ辞めた時ね、まあ今では特に思うんですけども、今は24時間中24時間自由なわけなんですよ。まあ、そうなるとこうやって比較することがあります。自分が今ね、こういう暮らしじゃなくて1日12時間ぐらい会社にいないといけないような人生だったらどうだろうかなと思って、私はそういうのは人生じゃないと思ってるんですよね。なんかその生活費を稼ぐために人生がすり減らされていくっていうのはもう私にとってもそれは人生じゃないと思います。今みたいな暮らしになってるから思うんでしょうけども、特に思いますね。もうね、生活費を稼ぐためにそのどっかで働くぐらいだったらもうね、いっそホームレスですね。それをもう私は選べます。全然そこにはね、恥ずかしいとかなんとかっていうのはないですね。自由だったら別にお屋敷に住んでいようがホームレスだら私はどっちでもいいわけなんですよ。ただまあ家族がいるんで、家族に対してはやっぱ責任を果たさないといけないところがありますけどね。会社を向いて山分かったことは、私は会社には向いてなかったなと思います。会社に10年20年入れるようなね、そんなモチベーションやマインドはなかったということですね。私は集団よりも、まあ孤立っていうのかな、まあ小集団があってたってことでしょうね、きっとね。そんなところでございます。はい、ですからアンサーは動画は続けてると思いますよ。ご心配なく。いってらっしゃい。